今回は日本の呪術の第7回です。今回取り行うのは陰陽道の泰山福雲斎、天柱地府斎、身体クレイ夫人、この3つです。本題に入る前に、例によってこのチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは本題に入ります。まず最初は泰山福雲斎です。これは寿命延長、病気併有、除災消福のための陰陽道の最高の祭地と言われています。そのため朝廷、貴族、将軍が独占していて、一般庶民の中では行われていないようです。また泰山福雲というのは陰陽道の主神のことです。それでは泰山福雲斎のエネルギーを送ります。終わりました。次は天柱地府斎です。この天柱地府斎は先ほどの泰山福雲斎をさらにグレードアップしたものということです。そのため土御門家、これは安倍晴明さんのずっと流れのね、家系のところですけども、この土御門家が独占的に行っていたそうです。
そしてこれは天皇に関わる災厄の一切を払うものであります。そして延命長寿、これも天皇家に対するものです。ということで、これから天中地不災のエネルギーを送りますが、天皇家だけではもちろんなく、一般の方々にも聞くようにしてあります。それでは天中地不災のエネルギーを送ります。
終わりました。次は鎮宅礼婦人です。これは宅地、土地ですね、土地の守護神のことでして、競争を吉相にする、生命力を強化する、金銀をもたらすということです。また妙見菩薩と同一と言われてもいます。それでは鎮宅礼婦人のエネルギーを送ります。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。